テキサス地図亀は、沼亀か地図亀属に分類される亀。アメリカ合衆国固有種最大校長 21.4cm。背甲は扁平。オスよりもメスの方が大型になり、オスは校長6.5から 11cm。背甲の全部にある甲板は盛り上がる。C 甲板の中央に筋状の盛り上がりがあるが、コブ状にならない。 廃校の色彩は暗黄色で、黄色い網目状の斑紋とその中に、同心円状の斑紋が入る。復興の色彩は、黄色や単光色で、甲板の継ぎ目は暗色。頭部は属内ではやや小型で、粉坦はやや突出する。頭部や四肢の色彩は暗黄色で、黄色や大色の筋模様が入る。目には暗色の筋模様が入る。目後部に、アルファベットの逆。 J 事情の反問もしくは、横島が左右に一つずつ入る。規定が石灰石で、やや水深が浅い河川に生息する。中高性日光浴を行うことを好む。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。流通量は少なく、価格も俗内では高価だった。2006年に、地図亀族がワシントン条約付属書3類に掲載されたため、 アメリカ合衆国からの輸出が制限され、流通量は激減している。ありがとうございます。